今、世界スーパーフェザー級15位129番号2分の1畑中所属チャレンジャー杉田龍之介、ふるさとのリングで世界初挑戦、杉田龍平です。 WBA 世界スーパーフェザー級タイトルマッチ、ヨウサナン対杉田龍平の12回戦、まもなくゴングを迎えます。薬師寺さん、はい、杉田の表情ご覧になっていかがですか？リラックスしてますよ、初めての世界戦とは思えないぐらいリラックスしてると思います、はい。飯田さんはどうご覧になりますか？はい、そうですね、入場の時はちょっと硬かったんですけど、リングに上がってからはもう普段通りの、普段通りというかもうそれ以上のいい顔をしてますね。はい、畑中会長の方がちょっと緊張してるような感じしますけど、ね、なるほど、はい、まな弟子を初めて世界に送り出すという、指定王座達成がかかるというこの一戦でもあります、杉田龍平にとっては初めての世界タイトルマッチ挑戦。対してヨウサナンの方ですが、ものすごいハードパンチャーで4ラウンドまでに30回のノックアウト勝ち、すごいことです ね、飯田さん、これやっぱり前半注意ということですかね？そうですね、ちょっとなんかチャンピオンの方が硬い表情の気がしますね。そうですか、はい、チャンピオンは実はずっとタイで試合をしてきて初めて日本のリングということなんですね、はい、海外のリングが初めてということなんです。あとはこの寒さですね、この寒さが杉田に味方してくれることを祈りますね、はい、さあふるさと岐阜のリングで世界初挑戦、第1ラウンドのゴングが鳴りました。まず杉田が攻めていった、右のボディーブローから入りました。黒いトランクス杉田龍平挑戦者、そして黄色のトランクス左構えのサウスポー陽佐の3系バッテリー、まず杉田がオープニングヒット、薬師さん右のボディーに持ってきましたね、はい、まあ積極的にいくっていう作戦なんでしょうけど、はい、この早いラウンドからある程度行った方がいいかもしれないですね。この寒さがチャンピオン初めてだと思うんですよ、この寒い日本の、ね、冬っていうのは、ボディーブロー左のボディー、左のボディーが入りました杉田龍平、あるいは杉田陣営としてはもう1ラウンドから積極的にどんどん行くかもしれないと、そういう考えもあったようです。そうですね、右大振りのフック、杉田ちょっと硬いですね。そうですか、飯田さん立ち上がりどうですか？そうですね、こうやって足も使って手もたくさん手数も出して、はい、動いていきたいですね。右のリチャンピオン右のフック、杉田龍平この右のフックがチャンピオンのフィニッシュブロー、ロープに座らない方がいいですね、ロープに座らない方がいいですね。さあ、ボールにしました、左ストレート、杉田が食いついてきます、フリーチ、しかし右のパンチ、左のパンチを出していく、左の返し杉田、ワンツー、第1ラウンドから緊張感漂います。 WBA 世界スーパーフェザー級タイトルマッチ、挑戦者杉田龍平、ボリュームは先手先手でいきたいですね、先手で、はい、先に先にチャンピオンは目に見えないプレッシャーをかけてくるんで、はい、それに押されないように先手でボリュームボリーブローです。いいですね、前半こうやってボディをどんどん当てていけるといいですね、はい、もう陣営としてはとにかくもう後半勝負なんだと、前半はいかにしのくかというのが作戦だと語っておりました杉田龍平、非常に落ち着いた表情に見えます。初めての世界挑戦、右のボディーブロー、第1ラウンド右のフック、これはガードしています、緊張感が漂っている、相手が打ってきたらこのようにピンチ、しかし右のフックボディに持っていきました、足を使っていく杉田龍平、右のパンチを出していきます。チャンピオンの方もどちらかというと様子を見ているか、そんな感じもします。いいですね、杉田手が出てますからいいですね、足も、はい、動いてますね、杉田止まらないことですね、止まらないことです。チャンピオンのボディ、さあ追い詰めていく、左の長いフック杉田龍平、第1ラウンド世界初挑戦の杉田、左のジャブ右から入りました、右のフック、これが怖い、チャンピオン、チャンピオンのボディ強いですよ、左チャンピオンの左、左から右、チャンピオンがじわじわと攻めていく、右のフック、右フック出ましたね、これは強烈です。さあロープに詰める、この距離危ないですよ、この距離危ないです、これ危ない、さあ追っていく、さあスピンチリンク、スピンチリンク、スピーター切っちゃって効いたな、ブレイク、ちょっと嫌なところでパンチもらいましたね、はい、あの距離で止まるとまずいですね、狙ってますね、狙ってますね、第1ラウンド左のフック、左右のフック、さあここで第1ラウンドが終わりました。解説は元世界チャンピオンのお二人です。まず薬師寺さん、はい、第1ラウンドどうご覧になりました？そうですね、チャンピオン出てきましたね、後半ね、はい、最後1分
怖いですね。そうですね、飯田さん、非常に前半ノックアウトの多いチャンピオン、はい、そうですね、杉田もいい動きをしてたんですけど、やっぱりチャンピオンのプレッシャー強いですね。この右フック、左右のフックですね、これが非常に強烈です。第2ラウンドを迎えます。世界初挑戦、チャンピオンの射程距離をしっかりと把握して、その外にいるかしっかりも中に入っちゃうか、どっちかにしないとダメですね、はい、ちょっと中途半端な距離に立っていると。左、序盤はとにかくしのいでしのいで、後半勝負なんだという左のフック、右のフックはこれは避けています。左のフックを当てました、スキーター。こういう攻撃ですね。もっと左に回りたいですね。右にちょっと回ってるんで。ああ、そうですか、はい、もうちょっと左回りたいかなと思います。こういう感じですね、はい、左回ってとにかく相手の右のフックを封じたいという陣営です、はい、高田さん、はい、あ、フック聞いてますよ。どうぞどうぞ、フック引き付け、右のフック、チャンピオンの右のフック、杉田大きなパンチを食ってしまいました。ライナウンド最後のフックは杉田龍平、左、チャンピオン左、ボディーブローも強烈。高田さん、はい、どうぞどうぞ。チャンピオンサイドですけどもね、こちらも1ラウンドからいけるいける、もう倒せると言ってますね。そうですか、もうすでにゴーサインが出ています。なるほど、相手はお前のパンチを怖がっていると、そして第1ラウンドは非常にいいラウンドだったと言ってました。そうですか、いい、チャンピオンの右の当たりました。いい、いい、いいタイミングで、はい、右のパブロー、ボディーブロー、スイッターのパンチを返していく、ものすごい打ち合いです。相打ちです、相打ち、相打ちですね、うん、右、杉田も右を返します。高田さん、はい、一方ね、畑中会長はね、まだあの1ラウンド一発食っただけじゃないか、大丈夫だというふうに言ってますね。そうですか、とにかく落ち着かせようという畑中会長、その意思が伝わる。ボディブロー、いいですよ、杉田の攻撃いいですよ、はい、もっと動くことですね。そうですね、体振って、止まっちゃダメですよ、止まっちゃ、右のフック、さあ、ロープに座ると杉田ちょっと苦しくなる。左、ヨーサダンのパンチも非常に威力あります。第2ラウンド的確に当ててきますね。そうですね、右のボディ組みついたと思ってからが強いですね。ちょっと鼻血出しましたね。右、杉田が鼻血を出しました。第2ラウンド数はもらってないんですけど、はい、ちょっと杉田効いてるなら効いてると思いますね。あ、そうですか。でもしっかりと相手を見て冷静に動いてますから、このままちょっととにかく動きを止めないように、はい、杉田しのいでいきたいですね。右、こうやって止まってると打たれますから、体を打って右、右のストレートを軽くヒットしました。ボリブロー、チャンピオンパンチを出す。杉田も攻めていく。第2ラウンド最後フック、これはラウンドステイク、距離、あーっと、ちょっと効いている、ちょっと効いている、危ない、危ない、杉田危ない、危ない、第2ラウンド危ない、ダウン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 です。杉田ダウン、第2ラウンドダウン、あー、これは効いている、これは効いている、これは効いている、どうだどうだ、いけるのか、さあ試合再開、頑張り杉田、あと少し、あと少し、なんとか耐えました。第2ラウンドダウンを期しました。チャンピオンの強烈なパンチで第2ラウンド杉田ダウンを期しました。この左のストレートでバランスを完全に崩しました。おでこだったんですけどね、顎ではなかったんですけどね、はい、噛んちゃうんですね。やっぱり飯田さん、これダメージどうでしょう。いやー、もうちょっと溜まってると思いますね。でもあの目がはっきりしてるんで、はい、意識はちゃんとしてるんですけれども、もう体が言うこと聞かないという状態だと思いますね。第3ラウンドに入りました。さあ、ダウンのダメージはどうだ。チャンピオン絶対出てくるんで、ここをなんとか足を使って、はい、ワンツーダウンを喫した杉田。第3ラウンドはとにかくしのぎたい。チャンピオンもっと出てくるかと思ったら見ますね。見てますね、チャンピオンはじーっと何かこうフィニッシュブローを狙ってるかのような、そんな感じがあります。杉田が積極的に手を出していく。とにかくダウンのダメージがどうかというところが心配です。右のジャブ、右、杉田の右、足を使いたい杉田。ただ先ほどのダウンのダメージ、ダメージはあるでしょうね。よく杉田動いてますよ、はい、左を当てました杉田。飯田さん、表情どうですか。そうですね、チャンピオンの方はもう余裕を持っているというか、一発で締め止めてやるという感じですね。もう様子を見ている。よく見てました、チャンピオン。左、
チャンピオンの左、杉田も返します。アッパーボディー、杉田も手を返します。左は軽くつく程度のチャンピオン、両方の三成バッテリー、左構えの杉田、左に近いタイプです。左を、そうですね、はい、杉田手を出して左。第3ラウンド、チャンピオンも冷静にじっくりと見ている感じです。いいですね、このぐらい牛辺を足を使って捕まらないようにしたいですね、はい、左から右ボディ、杉田も手を出す。前半はあまり打ち合いたくない挑戦者、ボディが入りました。両サダルのパンチは強烈、セリーさあ、まっすぐ下がってはいけません。杉田右が上がりました。第3ラウンド、ここはチャンピオン一気に行きません。見ています、チャンピオン今日見てますね、そんなに出ないですね、はい、杉田止まらないことです、ここでね、これ止まっちゃダメですよ、はい、体を動かして右、杉田の右が当たりました。世界初挑戦の杉田龍平、第2ラウンドにダウンロードしています。杉田止まっちゃダメですね、ここで止まらない、足を止めずに手を出す、手を出す、左、さあロープに詰める、危ない、杉田手を返していく、なんとか食いついてダメージを回復したい杉田龍平。第3ラウンド、ワンツーからボディ、チャンピオンが攻める。第3ラウンド、杉田結構ね、そうですか、左、顔が跳ね上がりました。第3ラウンド終了間際、ここで第3ラウンド終わりました。今日は杉田龍平の出身地古川町からもバス8台300人の地元応援団が会場に詰めかけています。その古川町は上岡町、河合村、宮川村と合併して2月1日岐阜県飛騨市として新たなスタートを切りました。ふるさとに世界タイトル獲得の知らせを届けることができるでしょうか、杉田龍平。WBA 世界スーパーフェザー級タイトルマッチ第4ラウンドに入っています。2ラウンドにダウンを喫した杉田龍平ですが、そのダメージの回復具合というのが気になります。第4ラウンド、チャンピオンはダウンを奪った後出てくるのかと思ったら、薬師さん、はい、じーっと見ていますね。冷静ですね、はい、一気に詰めることしないですね、高田さん、はい、そのあたりチャンピオンサイドもですね、セコンド陣からあまり狙いすぎるなという声が出てますね。でその声に対してはチャンピオンも分かった分かった、手数を出した方がいいんだということを言ってます。そうですか、チャンピオンとしては、ま、落ち着いた、これ飯田さん余裕のという感じですね。そうですね、もう勝ちを確信してもうあとじっくり料理するといった感じなんでしょうね。最後のフック危ない、さあ杉田龍平抑え込んではいけないという注意がレフェリーからありました。第4ラウンド非常に激しい打ち合い、杉田は第2ラウンドにダウンを切っています。さあコーナーに詰めるボディー、杉田龍平非常に緊張感溢れます。チャンピオンはね、はい、相手に負荷をしないんですよね。そうですね、何かこうじわじわと真綿で首を絞めるというそんな感じになっています。最後の服、高田さん、はい、畑中会長はね、3ラウンドと同じようにね、杉田にあまり無理しなくていいと、いうこと言ってますね、はい、もうとにかく飯田さん、これもダメージ回復することがもう先決ですよね。そうですね、右、それも自分でも分かってると思いますね、はい、セコンドの指示通り動けてるんで、意識もはっきりしてるし、この調子でもうあと1ラウンド、2ラウンド持ってもらいたいですね、とにかく後半に行きたいという杉田です。黄色いトランクスがチャンピオン、今顔が見えています。杉田龍平、非常に大苦戦の世界初挑戦、地元岐阜のリングで初挑戦です。さあロープに詰めるチャンピオン、杉田も手を返していきます。左、杉田の右、第4ラウンド、手数は少ないんですが、薬師さん、はい、チャンピオン非常にプレッシャーがすごいですね、はい、チャンピオンいつもの試合より手数少ないですね、見てますね、はい、あるいはこれ減量も結構厳しかったという見方もあるんですが、左、無理してないですね、そうですね、ボディーブロー、杉田も手を返していきます、ここから詰めないんですよね、まだ、そうですね、もうじわじわという感じ、右、ワンツーが入りました、杉田止まらないことですね、ダメージも徐々にですが、飯田さん、回復はしませんか。まだなんとも言えないですね、とにかくはっきり意識がはっきりしているのがもうすごいですね、右、
右から入りました杉田、ダウンを奪われた後ですが落ち着いています。チャンピオンのパンチに怖いですね、フックは。そうですね、顔が大きく後ろにされました。このパンチの強烈、左のストレート。第4ラウンド、じわじわとプレッシャーをかけるチャンピオン、ボディーブロー、強烈なボディーです。ここで第4ラウンドが終わりました。チャンピオン陽砂団の左のストレート、そしてこの右のフックが飯田さん一番怖いんですね。ですね、これ本当にもらいたくないんですけどね、一発ももらいたくないんですけど、はい、でもやっぱり龍平の杉田選手の方が、はい、チャンピオンの打ち終わりをちゃんと打っていってるんで、やっぱりチャンピオンもその後が打てないと思うんですね。そうですか、そういう攻撃は続けていきたいですね。はい、試合は中盤第5ラウンドに入ります。さあそろそろ杉田も自分のペースを取り戻して後半の逆転に望みをつなげたいところです。 WBA 世界スーパーフェザー級タイトルマッチ12回戦、右の奥がフック、これはガードしています。杉田は手数出してきたいです ね、 そうですね、体を止めずに、はい、ちゃんと狙ってますからね、リードもリーブロー、右アウト、右のフック、これは強烈、右のフックは要注意。チャンピオンじわじわとプレッシャーをかけていきます。杉田はその相手のパンチをもらわない場所、位置取りですね。チャンピオンはね、それ分かってるんですよね、やっぱりね。はい、飯田さん、現時点ですとこれもうチャンピオンのパンチばっかり当たってますね。ですね、厳しいですね。はい、ただ杉田の方もこれ2ラウンドのダウンから少しこう回復してきたような感じもあるんですけどもね。そうですね、動きは良くなってきましたね。はい、徐々にですが杉田も自分のペースで仕上げできるようになるか、右のフック。高田さん、はい、パターン会長もね、だんだん良くなってきてると、はい、言ってますね。とにかく、ね、左手だけはしっかりと上げておけと、はい、とにかく右フックはもう一発も食うなと言ってます。そうですね、その右のフックだけは食わないように、まあ、徐々にダメージは回復していると陣屋も見ています、うん、右のジャブ、強烈なジャブです。陽砂団3系バッテリーチャンピオン2回目の防衛戦、ちょっとこのラウンド杉田選手の方が正面に立っているのが多い、立っている時が多いですね。右のストレート、もう少しあやって横に横に回るように足を使いたいですね。はい、左右、さあ止まってはいけません杉田。予選杉田止まってますね、さあロープに詰められたくはないこのラウンド、右のボディーブロー。第5ラウンドです。初めの一歩というボクシング漫画を読んでプロボクサーになる決意をしました。地元岐阜のリング、左のストレート、世界初挑戦、またチャンピオンのパンチが当たります。しかし杉田もまだこう足に効いたという感じではありません。ダメージは徐々にですが回復しています。第5ラウンド、右のジャブ、チャンピオン、さあ杉田ですが頭を小刻みに揺すりながらボディーブロー、右のボディーブローを放っていきました。第5ラウンド、右のフック、右のフックは杉田龍平、左フック返したいですね、返しも欲しいですね、単発じゃなくて。前半はとにかくチャンピオンの強い連打から逃げていって後半の打ち疲れを待ちたいという杉田陣営ボディ、しかしチャンピオンのパンチが当たっています。左、左追いかけていく、さあ、詰めていくチャンピオン、杉田も負けじと手を返していきます。第5ラウンドも時間がありません。地元のリングで世界初挑戦、左強烈です。ちょっと聞きましたか、聞いているか、最後すごい打ち合い、第5ラウンドが終了しました。チャンピオンの右から左両方とも杉田の顔面を捉えています。ちょっと先ほどのラウンドは薬師さん、相手の正面に立ちすぎた、そんな感じがありますか。杉田もやっぱりダメージはまだありますね、本当に止まらないことですね。そうですね、はい、後半のチャンピオンの打ち疲れを待ちたい杉田龍平、試合が中盤戦です。さあ第6ラウンド、第2ラウンドのダウンのダメージは回復していると陣営はそう見ています。頭をこっち側に揺すって右、しかしチャンピオン、しかし強烈な左右のフック、杉田も下がっていきます。ちょっと不用意に入ると飯田さん、これ危ないですね。そうですね、高田さん、はい、チャンピオンサイドですけども、まず陽砂団本人は非常に落ち着いてますね、全く冷静さを失っていません。
そしてですね、GA の方ではもうお前の試合なんだから落ち着いてそのままやっていけということで、もうかなりですね、自分のオーラに来てると、この支配を握ってると感じてますね。なるほど。ということでもうチャンピオン楊佐南にも任せっきりということで、ここまでの試合はもうパーフェクトと薬師さんこれ見てます ね、もう狙いすまして打ってますね、はい、一発一発のパンチをね、楊佐南は決して無理しません。常夏のタイから初めての海外での試合、楊佐南3系バッテリー、しかもこの寒い岐阜のリングということもここまでは関係ありません。対して杉田隆平はこの岐阜県の古川町、2月1日から東区になりました。その古川からギブドリングで世界初挑戦、右のフック、後頭部を打ってはいけないというデレク・ミルハムレフェリーの注意がありました。第6ラウンドです。右のフックでカウンターが取れるんですよね、このチャンピオン。だからツイダーが入ってくるところで、ね、右フックが当たりますから、はい、これですね、右のフックカウンター取ってますね、内張りを、はい、さあカッパーブロー。第6ラウンド、右のジャブというよりも、飯田さん、これもストレートに近いですね、重たいパンチですね、あれは、はい、杉田はこの立つ場所はいいんですか。ちょっと動きが良くなくなってきてるんで、どうしてもそこを捕まってしまうんですね、はい、あの右のパンチに、やはりダメージが少し残っている、そんな感じもあります。やっぱり足の動きが本来の杉田とはちょっと違うという感じがします。そうですね、ただあれだけの強打を切ってもよく頑張っているという見方も、本当にあのピンチからよくここまで回復しますね、練習でやってたパンチを出してるんですよね、はい、右のパンチをボディに持っていったり上に持っていったり、そうですね、ちゃんと頭が動いてるんですね、はい、梅津雅彦トレーナーとともに262ラウンドという驚異的なスパーリングの量をこなしてきました杉田。しかしチャンピオンの右が当たります、ボディブロー、杉田のボディ逆にチャンピオンの右。第6ラウンド、もう楊佐南がこれ飯田さん、ボクシングに徹してますね。ですね、もうチャンスを見て畳みかけようっていうところはあると思うんですけれども、はい、チャンピオンの方はさあ右左を返しました。危ないですね、これは注意したい、ガードはしっかりと当てたい杉田。試合も中盤、第6ラウンド終わろうとしています。第6ラウンド終了です。あるいは2ラウンドあたりでもう試合を止められるかという、そういう強烈なダウンを喫したんですが、終盤まで持ちこたえています。飯田さん、この精神力は素晴らしいですね。本当素晴らしいですね、この杉田という選手は、今回も陣営は杉田に262ラウンドのスパーリングを課しました。杉田はその練習に耐えて世界初挑戦、ここまでは苦戦。さあチャンピオン攻略には後半第7ラウンド、チャンピオンも左が張れましたね。ああそうですか、うん、杉田も右当たってますね、徐々にですが、これ攻略の糸口というのがね、見出せてくると思うんですが、右最後ワンツー、いずれにしても陣営はノックアウト決着だということを語っています。ここまでは楊佐南のほぼ一方的なペースと申し上げていいと思います。ただ杉田も2ラウンドの決定的とも思われたダウンからよく立ち直っています。7ラウンドよく練習しますね、本当ね。そうですね、はい、チャンピオンもこれもう決めようと思えばというところですが、飯田さん、ずっとボクシングをね、いや何度も決めようと思って出てきてはいるんですけれども、その度に竜兵の方がこう打ち返してるんで、それが止まってしまうんですよね。あ、ということはやっぱりもう杉田の頑張りと、はい、これ言えるわけですね、はい、そうですね、はい。さあ後半に入ってきました、薬師さん、はい、減量が辛いかったと、うん、きつかったと言われるチャンピオン、はい、ちょっとこの後半っていうのはね、不安材料の一つがあるんですよ ね、だからどういう風に影響してくるかですよね、高田さん、はい、チャンピオン左目がちょっと腫れてますね。そうなんですね、それで右のリードブローをどんどん使っていけと、はい、もう勝ってるんだから無理に中に入って打ち合わなくてもいいんだっていう指示も飛んでます。なるほど、いわゆるアウトボクシング、ボクシングをしていけという指示。ただ杉田としてはこれもう後半勝負で一気に中に入っていきたいという思いがあるでしょうね、はい、まあ、スタミナには自信あると思うんでね、杉田も、はい、このペースいいですよ、ね、もっと手出していい。杉田の右のストレートが相手を捉えました。先手でいきたいですね。チャンピオンの左の目も腫れています。第7ラウンド試合が中盤、右のストレート、右から入っていきました杉田。これ飯田さん、流れはこれ徐々に良くなってるんじゃないですか。いや、そうですね、本当にもう杉田がペースを掴みかけてるぐらいの、右
杉田が中盤に来て、高田さん、第5ラウンドあたりからね、やっぱりプレッシャーはあのだんだんと弱くなってきていると、やっぱスタミナのこともあるんじゃないかという話ですよね。はい、ただ右の大きな服を食いました。この服が怖い。そう、それだけなんですよ、それだけが本当に怖いんだということを畑中会長言ってます。はい、右の服だけは怖いという畑中会長、そしてルメストレーナー杉田、3人ゴールを奪っています。杉田の感じが上がってますよ。そうですね、チャンピオンの目は晴れています。左右、ちょっと効いている、ね、キラキラ。さあ、攻めるチャンピオン、次が危ない。あー、ここで試合が終わりました。よく頑張りましたが、杉田、地元のリングで世界初挑戦、チャンピオンの連打に TKO で敗れました。チャンピオン2回目の防衛に成功。杉田もしかし皆さん、頑張りましたね。2ラウンドのダウンから本当によく頑張りました。すごいですね、本当にこの精神力はもう素晴らしいですね。はい、やっぱり薬師さん、はい、やってきた練習は嘘ではありませんでした。本当にあのダウンからここまで持ちこたえて、はい、挽回するとは僕も思いませんでしたね。ただ飯田さん、やっぱりチャンピオンの圧倒的な強さ、タイのマイク・タイソンと呼ばれるゆえんも分かりましたね。やっぱりパンチ力ですね。こうコツコツともらっていったのがこう溜まっていってしまったという感じですね。ただまあこれ返す返すも2ラウンドのダウン、ちょっとこうパンチを切ってしまったという序盤が ね、まともにチャンピオンの、ね、攻撃を受け入れてしまったんで、はい、それがダメだったんですけど、でも、いや本当に頑張ったと思いますね、杉田ね。そうですね、はい、飯田さん、これはもう杉田の健闘とこれ言ってもいいですかね。そうですね、はい、本当に素晴らしい試合見せてもらえました。はい、残念ながら杉田竜平、地元岐阜での世界初挑戦 TKO 負けで夢を果たすことはできませんでした。ここまでの採点も入ってきていますが、やはりあのダウンを喫したということもありますし、5ポイントから最大7ポイント、ヤクシーさん、これチャンピオンリードというジャッジになっているようですね。さあ、試合を決めた最後、やはりこれ右のパンチ、うん、ね、そして左という攻撃でした。これ以上はもう無理でしたね。うん、2ラウンドのダウンからよく持ちこたえた杉田ですが、それにしてもやはりもう破格の強さ、このクラス最強のチャンピオン、本当にチャンピオンがもっともっと出てくるかと思ったんですけど、冷静さも持ってますね、はいはい、クレバーなチャンピオンですね。ただ飯田さん、はい、杉田としてはこれ次にやるという段になった時に、はい、攻略の糸口という点では一つヒントを与えてもらった、そんな試合でもありましたね。そうですね、最初から出ていくという作戦も、本当に今日は寒いし、この会場も冷えるぐらい良かった、そういう意味ではそうやって最初からこう出ていくという作戦は良かったと思うんですけれども、やっぱりチャンピオンのパンチ力、はい、チャンピオンの顔も晴れてますよ。そうですね、ご覧のように、ね、チャンピオンの顔がこんなに晴れているというのは、これ今までかつてのビデオも見ましたが、こういうシーンってなかなかなかったんですよね。大健闘ですね、このクラス最強のチャンピオンと言われますタイのマイク・タイソンと言われるヨウサナン3系バッテリー、前線はしましたが7回 TKO で杉田敗れました。この後は名古屋で行われた世界タイトルマッチ懐かしの名勝負をご覧いただきます。